さんこんにちは、どうもヒロです。今回はロードスターのシフトノブの交換をやっていきたいと思います。はい、ということで以前ですねロードスターの PPF の腕重締め直しという作業をやりました。で、まあその作業っていうのがシフトの入りを改善する作業だったんですけれども、その作業自体はですね、今僕の車についている車庫長クリニック足を作られている、上島クリニックの上島さんから、教えていただいた作業なんですけれども、その際にですねシフトノブもですねシフトの入りに、かなり影響するということで、すごくいいシフトノブがあるということで、今回ですね上島さんから譲っていただきました。それがこちらになります。じゃじゃーん、例のブツですということで開けていきたいと思います。はい、さあ、わっ何これ店員って書いてあるマスクも一緒に入れてくれました、ありがとうございますすげえ、こんなんあるんだ面白い。さあ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 、プチプチにくるまれております。来た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 来ました。あ、すげえ、あ、意外とちっちゃいんだ。てれーん、こちらになります。はい、ということで、こちらのシフトノブですね、神奈川県にあるロードスターのショップのジョイファーストさんが、販売されているシフトノブになります。スーパーショートっていうタイプの、シフトノブなんですけれども、このシフトノブがですねすごくいいということで教えていただいたんですけども、エネロドスターなら全部これがいいっていうわけではなくて、僕の車についている6速ミッション、さらに NB 後期の6速ミッションにこのスーパーショートがですねすごくマッチするらしくて、以前からですねこれいつか買おうと思ってずっと狙ってたんですね。でデザインもすごくいいですし、こうやって今初めて手に持った感じ、思った以上にまずね小さいんですよね。なんかこの外形というか小さくて、重みも思った以上にぼちぼちあります。このねシフトノブが僕の車についている6速ミッションにすごく合うということで今回購入させていただきました。では早速車の方につけていきたいと思います。今これついてるのは車納車した時からついてたものになります。あ、思った以上にこっちの方が軽いんだな。これちょっとどこのやつかも全然わかんないんですけども、なんかまん丸のシフトノブです。まん丸のシフトノブがね僕正直あんまり好きじゃないんですけど、ずっと使ってました。これ意外と軽いかも。こっちの方がね重みはありますね。ちょっと実際に今ちょっと測れないんであれなんですけども、こっちの方が重たいです。つけてみましょう。形がいい、かっこいい。これよし、 OK かな。あ、ちょっと長さも増えるので全然この横に振る感じもだいぶ違いますね。あ、この長さいい前に乗ってたロードスターもですね、ちょっと長めのシフトノブとか使ってたんですけども、このまん丸がやっぱねなんか使い心地的にちょっとね僕の好みではなくて、やっぱちょっと長い方が好きだったんですけど、これめっちゃいいし、なんかこう形がこう下に向かうにつれて絞られてるんで、なんかこうやって握った感じもすごくいいですね。あ、いい、もうすでにいい。そしてデザインかっこいい、この色もすごく綺麗だし、かっこいい。よし、ちょっとこれで走ってみたいと思います。では行きましょう。あ、なんかもうすでにまずバックの入れ方がね、バックが入れやすいかもちょっと長いんで、一緒といえば一緒なんですけど、違うといえば違うというか、単純になんかねこの形が好みですね。この形が操作しやすいこれも繋がってんのかな、シフトの操作のしやすさに。なんかすでにいい、手に馴染む感じがすごくします。こればっかりはね人の好みでもあると思うので、丸い方が好きな人はねうーんって思うかもしれないし、ちょっと分かんないですけど、僕はすごく好きです。あ、いいすごい、あ、いい、なにこれ、操作しやす、なんか楽、いいねすごいいい、なんかシフトの入りもいいように感じます。前の丸いシフトノブと比べて重さも違うし長さも違うので変化してると思うんですけど、手に馴染む
ザイン超かっこいい。めっちゃいいです。ということでちょっと走りながらエンディングになるんですけれども、今回はジョイファーストさんのシフトノブをですね、今回取り付けしてみました。まあもう何回も言ってるんですけど、まずデザインがかっこいい。色もね、綺麗なメッキでかっこいいですし、何よりこの形がね、なんかすごくかっこいい。こう下の方がね、グッと絞られてて、で握るこの太さもそんなに太くないんで、僕の手にはすごく馴染むというか、なんか握りやすいです、すごく。でさらにね、今回スーパーショートというタイプなんですけれども、シフトの入りもスコンスコンって入るし、なんか、操作しやすいっていう感じがすごくします。まあそれが入りの良さっていう意味でもね、入ってると思うんですけど、なんかすごいね、手に馴染むっていうか、なんかこう、うまくなんて言ったらいいかわかんないんですけど、なんかすごくね、いい。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひ高評価、チャンネル登録、そしてコメントもお待ちしております。